トマビ知識認定コーチの西村です。本日はコーチ真由美と会うと美意識上がるんですっていうお話をします。これ私が言ったお話じゃないんですよ。クライアントさんが言ってくださったお話です。実際私のコーチングを受けると、ほくろ取りましたとか脱毛しましたとかっていう話題が続出します。私の体験談があまりにもリアルだから、実際にじーっと会って私を見るとなんかそうしたくなるんですって。私ブログとかにとか、まあ動画とかでお話をしてるので、前ほくろあったんですよ、こういったところに。なんですけど、私の前住んでた石川県の金沢市にレーザーの超オタクな形成外科の先生がいたんです。てかいるんです。林先生って言うんですけど、間違いなく日本の3本の指に入るレーザーの専門のお医者さんなんですよ。なので綺麗になんか取ってくださったから、なんかお任せしちゃったんです。はじめピアスの穴開けに行っただけだったんですけど、調子こいて脱毛もお願いし、粉瘤の手術とか巻き爪の手術とか全部その先生にお願いしちゃったので、お金結構かけてるんですよ、コーチ真由美。顔にもボディにも会うと、あ、なんか42のくせになんか私も負けてらんないわっていう風になるらしいです。私42歳なくせにこの人ができるんだったら私も綺麗になってやるみたいな対抗心湧くんですって。っていうことで、ちょっと美人コーチとかっていうから私も美人になっちゃうみたいな人で、なんかきっかけ欲しい人はそういうコーチ真由美の利用法もあるかもっていうことでお伝えさせていただきました。